水を飲ませるシーンですよね。はい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 、はい、手を添えて、そうそうそう皆さんこんにちは、ちるちる。東京 BL レビューサイト、ちるちる記者のアプリコットと、同じくちるちる記者のミンミンです。はい、ということでドラマ未成年が放送開始されました。いやーやったはい、ということでこちらのドラマ未成年はですね、はい、正反対の2人の男子高校生による純愛ラブストーリーを描いた韓国で大人気のウェブトゥーンが原作となっている、もう大注目のドラマなんですけれども、はい、いやーやばかったですね。やばかったです。ちょっとあの予告のバツバツなシーンがちょっと話題になってましたので、そこの期待値大で見させていただいたんですけど、通しで見ると想像以上でしたよね。いや本当 に, 本当に私もともと原作ファンで、あ、すごいなんか、ね、はい、あの原作が長いので、はい、ドラマ化できるのかすごい不安だったんですけど、なんか期待をはるかに超えたものが来て、はい、もうすごい驚いてすごい喜んでます今よかったですよね。はい、ということで簡単な概要なんですけれども、面倒ごとには関わらないようにしているクールな優等生の水瀬くんに、元島純生さん、そしてカースト頂点で打ち返りがたい雰囲気を放っているんですけれども、うん、実は秘密を抱えた、はい、その蛭川くん役に上村健進さんを迎えてダブル主演のドラマとなっております、うん、はい、いやちょっとまず語らせていただきたいポイントなんですけれども、はい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 、質感良すぎませんか？わかります。すごいなんか、はい、ツイッターの感想でも同じこと言われてて、はい、質感がなんかレトロ で、ね、はい、2018年とか19年とかのちょっと過去を舞台にしているので、ちょっとレトロというか、うん、なんかなんか懐かしいというかちょっとノスタルジックな雰囲気を感じられる映像の質感で、うん、なんかこう見てるだけで、なんだろう、ちょっとチープな言葉になっちゃうんですけど、エモいなみたいな、めっちゃわかります、ことを感じましたね。すごい色合いが淡くて、うん、すごい儚い一瞬の青春を見てるような気分になりましたね、はい、BGM とかもそんな多いわけじゃないじゃないですか、うん、それがまた静かな、うん、フィルム映画を見てるような気分になれるっていうか、これの美しさだけでもうずっと見てられるって思いましたね本当その通りですよね、はい、こう暴力ですよね。そうです、親からの暴力を受けているっていう、その殴られるシーンがなかなかに痛々しくて、うん、でもそれでもなんだろう、こう瞳の強さっていうか、うん、現実にはなんか絶望していない感じ、わかります、すごいなんか芯がある感じがするっていうか、はい、すごいなんか見通せない、奥底が見通せない感じのちょっとミステリアスなところも、まあ、彼の魅力でありつと思いつつ、でもちょっと幸せになってほしいっていう、はい、本当にそうで、もうなんか、はい、その不良って、学校では不良って言われるし、問題児って言われるし、家でも愛されてないし、うん、でも一人ぼっちなんですよね。すごい、そうですよね、つるむ友達は多分いるんですけど、多分なんかやっぱり上辺だけみたいな感じじゃないですか、はい、そうですね、そう、孤独感がなんか伝わってきて、すごい苦しいなっていう気持ちにはなりました。はい、でそんな、まあ、ひるかくんを見て、ちょっと気になっているというか、気にかけているというか、心配そうな表情を見せつつ、やっぱりこう関わるべきじゃないなとは思ってはいるんですよね、水瀬くんは。そうですね、なんか学校の先生も遠ざけてましたよね。そうですよね、水瀬さんはイルカーさんと違う人種なんだみたいな、ここまでは言ってないんですけれどもまあまあまあ、確かにそのなんかこう犯行現場じゃないですけど、ちょっと事故現場、うん、なんだろう、虐待現場をちょっと見てしまってから、なんかこう蛭川くんの方が水瀬くんに絡んでるみたいなところがあって、周囲もやめとけやめとけっていう感じにはなってはいたんですけれども、そんな絶対にちょっと気になりつつも、まあまだ交わりそうにないっていう段階の2人の問題のシーンですよね。はい、問題のシーン、はい、いやこれを見るとちょっとここまで見てほしいというか、ここからラストまで絶対見てほしいんですけれども、はい、水を飲ませるシーンですよね。はい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 、はい、もう印象でかすぎ、でかすぎ、それのことしか今考えられないんですけれども本当にそういつもの通りなのかをちょっと多分察するに、いつもの通り殴られて、うん、公園でちょっとね寝そべっていた蛭川くんのことを水瀬くんがちょっと見つけて、見つけちゃってそれでなんかちょっと近づくんですよね、うんうん、気になったのか、うん、そしたら水飲ませてた、頼むんですよどういう状況なんで、なんで
いやでもこの時点でもう運命はつながっていたのかもしれない、うん、まあそうですね、はい、その深夜の徘徊で出会っちゃってますから出会っちゃってますからそしてでまあ水瀬くんこうなんか無造作にこう注ぐみたいな、はい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 、注ぐみたいな感じでやるんですけど下手くそって言われてなんかもっとちゃんと飲ませるみたいな感じになって口元にこう手を添えてそうそうそう表情もやばいやばいやばいって思ってなんかあのここの口の中に水入れてっていうジェスチャーとかあったじゃないですか、うん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 、それも含めてなんか息詰まりそうになりました見てるこっちがじゃあわかりますすごいなん大丈夫見ていいのかな、うん、みたいななんかただ水飲ませてるだけなのに超色っぽいみたいなそうなんですよねそこがちょっとあの危うさと、うん、なんか夜の雰囲気と相まってすごくなんか背徳的な雰囲気を感じてしまいましたねはい、はい、そんな2人不器用なながらも関係性をちょっと作り始めたのかなっていう2人なんですけれども、うんうんうん、やっぱりひるかわくんの方はもう水瀬くんに多分興味津々で結構そうですね、はい、グイグイ来てる感じありますよね、はい、学校でも秘密を知られてしまったからにはっていう感じなのか、うん、学校でもなんか体育の途中でちょっと物取りに来た水瀬くんに向かって傷口に貼ってある湿布ですから、はい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 、取ってほしいみたいなお願いをするみたいな、うん、水瀬くん所作が丁寧なんですよ、うん、お育ちがいいからめっちゃいいですで一個そのひるかわくんに触れる手がなんか本人は無自覚なのかもしれないけど優しいんですよわかりますこの育ちの良さとなんか姿勢とかも綺麗じゃないですか、うんうんうん、その品のある美しさとでもひるかわくんはひるかわくんでなんか美しいじゃないですか、うんこの昼川くんがさっきも言った通り昼川くんと水瀬くんはすごい正反対な性格をしてて昼川くんは不良で、水瀬くんは優等生でもう絶対交わらない2人なんですけどでもお互いをやっぱこれから好きになっていくと思うんですよこの始まり方したらそうですよだって純愛って言われてますから純愛と銘打ってそうやってこう、はい、恋愛をしていく過程でまあ、やっぱりこの何ですかね2人の差みたいなのにつまずくと思うんですけど、はい、それからどう成長していくのかみたいなのが本当今後楽しみだなって思います。ちょっとデコボコな関係からしか得られないものがあると思いますし、はい、あと私はひるかくんの意味深な視線の意味が早く知れるといいなというふうに、うん、思っていますね、はい、はい第2話のタイトルがもう交わり始める2人の世界ってなってますから、はい、なんか、うん第2話にキスシーンあるよって公式から予告されてて今回の予告映像でもなんかキスシーンっぽい感じの始まりそうな感じの映像があって、ねはい、距離感が近づいてましたもんねすごいなんか視聴者に覚悟しとけみたいな宣戦布告してるみたいな感じになってていやなんか本当に最初から最後まで私たちはドキドキ翻弄させられながら見ることになるんじゃないでしょうかというふうに前は前はこういうのに前は前は心を苦しめられるんだと思います、はい、そうですよねはいということでドラマ未成年未熟な俺たちを不器用に進行中はですねあの読売テレビにて毎週月曜日の深夜1時35分から放送されておりまして TVer にて見逃し配信もされておりますので、はい、見逃した方はまだまだ追いつけますので、はい、ぜひぜひおかわりもね含めて、うんはい、視聴してみてくださいそれではせーのバイチルー